皆さんこんにちは、 B レジェンド大林です。今回はご自宅でできる足のトレーニングの種目でですね、スプリットスクワットという種目を紹介していきます。このスプリットスクワットなんですけども、鍛えられる筋肉は下半身全体ですね。前ももの大腿四頭筋、ももの裏側のハムストリング、そしてお尻の筋肉なんですけども、中でも特に刺激が大きく入るのは大腿四頭筋、前ももなので、正直ね、あまり女性の方にはおすすめはできません。まああんまりね、前ももが太くなって足が太く見えてね、喜ぶ女性の方いらっしゃらないかと思うので、まあ、特に男性の方でね、しっかり全身の筋肉量を増やしていきたいとか、普段ウエイトトレーニングしてるけど長期のねお休みなんかでご自宅にねいなければいけなくて、なかなかジムに行く時間が長期間取れなくなってしまった、そういう時なんかにしっかりねご自宅でもなるべく強い負荷をね足にかけていきたい、そういう方におすすめのトレーニングですので、チャレンジしていただければと思います。やり方なんですけども、足を前後に開いていただいて、まあ、足幅はね自分の骨盤の腰骨からまあ真下に来るぐらいの位置に置いていただいて、そこから前後にね足を大きく開いてください。で、手は胸の前で組んでいただいてもいいですし、これがやりにくい方は体の横に下ろしておいていただいて構いません。こっちの方がバランス取りやすいかなと思います。で、まあ、しっかりね胸を張ったまま前足に体重をかけてぐーっとしゃがんでいって、後ろ足の、まあ、膝が地面につくぐらいまでしゃがんだら戻る。という感じでやっていきます。横から見るとこんな感じになります。という感じでやっていきます。コツなんですけども2つありまして、1つ目は前に出した方の足にしっかり体重をかけていくことですね。後ろに体重が残ったまましゃがむような形になってしまうと、思うように前もも大腿四頭筋に負荷が効いてくれません。なのでしっかりね膝がつま先よりも前に出るように大きくねしゃがんで、しっかり前足の、まあ、母子球あたりに重心が来るように意識をしていただいて、ぐーっと前に出ながらですねしゃがんでいただいて、後ろに下がりながら上がってくるようなイメージですね。なので若干ね体は前後しながらしゃがんでいく、立ち上がるという形になります。そして2つ目なんですけども、大きくね足を前後に開いていただく、足幅を大きく取っていただくっていうところにあります。足幅が狭いとすごい窮屈になってしまって、後ろ足の力もねかなり使うことになってしまいます。なのでこうするとねやっぱり両足でやってるスクワットと変わらなくなってしまうので、大きくね足を開いていただいて、もう本当に後ろ足はつま先をちょんとつけておくだけで、前足の力でしっかり動くと、この意識を持ってねしっかりやっていただければと思います。今回はですね、自重の足トレスプリットスクワットのやり方を解説させていただきました。見かけよりもねかなり負荷の高いトレーニングになりますので、ぜひぜひ、ね、チャレンジしていただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。